この辺のクリボーとか倒してないんだろう。よし、これは行きたいな。俺にうまく入らん。メタルの箱どこに取ればいいんだこれ。ダメだ今日。どこに取ればいいんだよ。いやー、2回欲しいって買ったんだけどな。ダメだ、あんま使ってないんだろうな。そもそも。買ってない。俺は使いまくってるから、いろんなとこで。こういうよくわからんとこ。こっちか。こっちの方か。使う。いや、それはなんか多分本当にシビアのとこしか使ってないんだよ。ブランブルしか使ってない。わかんねえ、どこ行けばいいんだ。ブランブル使ってなかったらもうどういうことって言われるけど。あ、でも組み立て行けばって 1.5 シェルと。俺ここらすら使うからな。あ、来ちゃうんだね。まあ、ね、ことでようやく傘来ました。傘、傘です。なんか、もう、ええのと、アクロさんは木の、木の中に決まってる。聞こえたわ。エネミー天使はサクッと取りたいんだけど。まず俺の中で、ここの話だからです。で、ここに来る。おお。いや、でも、こう見てると、やっぱ、これ簡単だ。このさ、面白い。イースターだよね。イースターだと思う。よし、バトルルート成功したわ。マジかよ。え、これ最速超えた後にやる、マジ絶対やだわ。やばい、バトルルート。おかしいわ、やっぱ執念がやばい。この目標は、イバラまで安定だ。あ、そうだな。これでイバラまで安定すれば、イバラとシクレを運ゲーで超えて、で、集中力でプリンター超えればいいから、絶対クリアできる。集中力で絶対、絶対スター出たら死ぬから、このスター1回はそのままクリアとか、プルーと集中力のマッキーオッケー、また運だけの効果とりあえず添えとくって。運だけの効果の意味わからんすぎるから、意味わからん。普通にうまいんだよ。運だけではないな。運だけで助走ピアと押しさえのところになるけど、マジでそんなことはないだろ。おがいさんめちゃくちゃうまいのに、なんでこんないじられるの。ガチでガチでうまい人なのに、ネタにネタにされるコーチャー、いる人いないのに、ほぼジョスの赤を運だけでからつけられる。話しすぎ、運だったか、やばすぎる。そんなわけない。まあまあやばい、やばい自分。いや、もうだいぶ意味わからん領域に来ちゃったなと思ってるよ俺。もう人間、人間やめてるよ。やばいな、上がっちゃったな。気持ち悪いレベルになっちゃったか。え、赤田さん、それ自分にも赤田さん、それ自分にも跳ね返ってない？大丈夫？ナラヨのね、クルレロとかやってた頃が懐かしい。しかもなんか助走普通に速くないか、100時間ぐらい。わかんないけど基準が。いや、もう速い。攻略時間もどんどん短くなってると思うんだけど、C8120 で5時間でしょって。C8125 時間意味わかんないけど。ほとんど練習せずに。いやー、変わっちまったよ。覚醒、覚醒しちゃったね。馬鹿兵が。茨城。茨城です。まずはここで崩れ。まあ言うて。プリントいってんじゃん。やばくね？大体マックス、高画兵になってんじゃん。やばく。アクロさん無視よ、自分の世界。自分の世界。このジャンプでいけること証明してやろう。あ、取れなかった。死ぬわ。はい。おお。パターンが。はい、オッケー。俺本番のこれ今食わせるんですよ。本番の。落ちていこう。ちなみに俺は本番弱い方。割と後半で死んでるよ。もう意味わかんないよ、そこで火出すするとか。オッケー。ていうかガチでクリアるじゃんそれ、アクロさん。もうそこまで行くの。俺先にどうする。アクロさんもそこに死ぬって聞いてちょっと安心したのよ。アッシン。やめなさい。
わない。当たるんだ。サイボーグだから。基本サイボーグ、サイボーグ限りだと思ってる。ちゃんと見れば当たらんだよ。リミューさん、クロさん、ティランさん、ゴーさんあたりはサイボーグの限りだと思ってる。あれでしょ、ムーチョの弾1ダメージも食らわない。強すぎ。俺らだよね、生きてる世界がね、半分ぐらい遅いんだと思うんだよ。あれじゃん、ライゼン、そんなの。遅いからゆっくり見えて、もうこんなのだって余裕やん。次こう入力すればいいんでしょっていう、毎回ポーズしてるなので変わんないね。フレームが見えてる。フレームいらんやん。あ、そう、ポーズいらんやん。まあでも半分だから、言うても半分はまだギリギリで、ね、2フレの世界が見えてる。2フレの世界だな。俺も自分の方集中します、さすがに。ダメです。え？あ、そのタイム、いやそこでダイブはないわ、黒さん。危すぎるでしょ。ダイブはないんだけど、判定がやばかった。なんかめっちゃ右にずれた。いつも俺あそこダイブ出して、浮き出してそのままジャンプダイブ。いや、なんか判定やばかった。いた今の。え、ダイブってあれでしょ？あの坂っていう。まあこれがね、丁寧になるからね。右マリオ1個分ぐらいあったんずれた。あっ、やっぱり、いや俺の中でその説ある。普通に明らかにこっちルートって死ぬとこがあの茨とあれしかないから。ああ、死なそう。ようわからん感じですね。ファンだったらチーム決めようって。今回のチーム名はどういうチーム？どうしようか、どうしよう、なんかあるかな。いい、チーム決めたい人は立候補する。いないんだよ。いないでしょ。普通に上から上の人たちがドラフトした人がやるな。今まで俺ずっと選んでもそのこのなんか中堅層が選ぶより前のいつもチームで。あ、でも最近慣れだと俺とか小林さんとかあの辺りがなんかいつも選んでる感じになっちゃったら、小林さんはね、なんかね、あれなんだ、あ、なんか運だけのって言われる理由としてはあれない。一個一個のところにめちゃくちゃ時間かかるからなんか言われるみたいな。スイスに行かないじゃん、あんまり。あ、そうだ。運だけの方がスイス行かれるとは運だけってあんまり関係ないけどな。なんかこうめちゃくちゃうまいみたいな、そういう次元じゃないところの人と。あ、スイス行ってたら、いやーすげえな。あ、なんか まだ人間を保ってるみたいな。どうも、いやでも考えて。めちゃくちゃ難しいスターをそれで取り続けてたら、ゲミさんみたいな。あんなので評価されるんだけど、まあ、言うてまだ女装赤だから。言うてじゃない。いや、これはちょっと。言うてレベルじゃないんだよな。違うんだよな、運だけの効果って誰が言ってんのって。誰も言ってないでしょ、そんなに。ネタだから。確かに耐久三節あるな。耐久三だったら多分何とっても言うと思うけどな、めっちゃも、うん、コアちゃんに対する暴れがあるから。てかこれまたいけるな、この感じ。ベランコリン120とかに小林さんがガチギレした話だった。よっぽど今の。今ジョンピース、ジョンピースじゃないかな。ジョンピース獲得ですか。今のジョンピースじゃないか。なんでそうだ。ちょっとこれは見てた、誰か編集してジョンさんに見せないと。え、見てた。今のはやばいわ。今のやばいよ。変人だよ。さっき俺の資料ね、笑ってたから。いや、ここは違うのはないわ。いわしで。やばいよ今の死に方。
え、何しようとしたの今の。え、ちょっと待って、見直すわ、録画。どういうこと？何？真逆の方向に反転ダイブしたんだろう。いや、反転ジャンプするんじゃなくて、なんだろうな、なんか B が当たったんかな、わかんねえや。反転ジャンプしようとして B が当たって飛んでた。やばいっす。だい、今のやばいわ。やばい。完全にフラグ回収したわ。いいや、まあ、いや。フラグ回収したな、今のは。これ、私くれいけるやんとか思ったら、ダメだった。謎はないな。やばい、今のし。あそこ行くのも楽じゃないんだよ。いや、さっきのテクトしてくれたけどな。さっきのなんかズレ方まず異常すぎて。怖がった。プリンターから行こう。気分。死んだ方。死んだ方から行く。出た。さっき死んだらシクレ方面とかシクレ方面とか言うてる。チーム決める方向決めとった。めんどくさいな、チーム決める方向決める。はい、じゃあ結局、オフは明日決める感じですか。あ、オフ、あ、オフね、多分ね、明日でいいんじゃないかな。今から決めるとなんかランダムイザーの方と微妙に。私なんかで見せ切れて意外と時間かかるんだよね、最近やってる感じ。ああ、なるほど。みんな結局ね、あんま興味ないからね、決まんないんだよ。どこでもいいけど、誰かがこれがいいって言わないと絶対決まんねえから。ああ、なんかどれさんが行きたいとこあれば一瞬で決まるけど。でもね、大体みんなにそう聞くとないって言われる。確かに。俺はこっち来る人に言ってほしいんだよな、本当は。ない、ナミさん。え、赤嶋さんは自分で店決めてたな。さすが企画力の一緒になんか最初東京駅で探してたけど高すぎて秋葉原。企画力の情報。企画力の情報運だけど。だけど。まあ、またまた。並べる。あ、やばいやばい、ミスった。関連性なかった。店決めるの運も何も関係ねえだろ。企画力の情報。いや、運で美味しい店は、やばすぎだろ。あんだけの怖い人だ。え、あ、うまい。え、何やばい。いや、なんか今、あれね、実力のフルート、運だけの効果ってあるじゃん、なんか。それの他の人を並べて。企画力のジョンとか。速さの三分の1とか。速さの三分。これはまたやるのでは。うまい。あれあれ、またこの格好に忘れるとこだった俺。あ、小林さん今日押しされてね。何やってんの？何やってんの？マジ？変な音色入った今。何これ？またコントローラー壊れたこれ。やる感じがする。なんか、え、何あ、直った、直った。やっぱ、うん、マイク遠かったの。あーね、例えば俺マイク変えたんだけど、なんか変わった。いや、これがちょっとでかく、ちょっとでかくなったよ。あ、でかくなった。あ、でかいのは、あの、最初小さいって言われたから、あの、あ、Windows のマイクの設定マックスにしたんだけど。いいんじゃない、今からちょうどいい感じだけど。うん、あの、あ、そうだ、小林さん、そうだ、あれやってほしいな。あのレーティングシート書いてほしい。え、あのトップ120のレーティングシートを大江さんのみたいから書いてほしいな。え、どういうこと？レーティングシート？トップ120が難易度がレーティング制に変わるんだけど。ここ見て、ここ、うん、見て見てる。10段階評価みたいなのを作れ、なんか作るらしいんだけど、それを多分適当なやつを決めるのに。やばい、みんなおもろい、やる必要ねえよそれ。新3が募集してる。え、何それを決めるための、それを決めるために、やだからその自分はこんぐらいないだと思いますっていう、なんかそのシートをかけるから数字で、それを公開さんにやってほしいな。それはどこができる、トップ120のアナウンスメントのとこのチャット見たら、あの新3がスプレッドシートランプルよな。うんこと、これさ、ちょっと説明ちょっとないや、開いたらいいわ。開いたら、例えば別に理解できると思う。ああ、普通に理解できると思うけど。いや、それがどうかな。お前さんの理解力はやばい。いや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 やばいな。
まあでも英語、この英語読むのめんどくさいでしょ、ちょっと。いやでも英語は別に読まなくても大体できる。なんとなくわかるでしょ。なんか周りの雰囲気見たらわかるから。まあ、お前は自分で聞くんだよ。いや、まず一番右上 R、じゃあ R の欄に甲賀兵ってこと。あー、オッケーオッケー、それはわかる、それさすがに、ここは大丈夫。さすがにわかる。で、さすがに、まあ、自分が取ったスターだけ書いてね。さすがにね、わかるよ、さすがにね。それはそうだね。これ、な、で、あの、レーティングスケールってのは、下に C3 が1、2、1から9、0から9まで並べてんじゃん。うんうんうん、でこれ一個一個説明すると、ゼロがまずこのリストからいらねえなくらいのがゼロ。ゼロで一応これあのエクリプスオブグレータームーンレッツって書いてあるけど、これ分かりづらいから、だいたい近いスターで言うと、ベネの赤とか、あーより、まあ、まあベネの赤か、まあ、ベネの赤とかを1として、うん、まあ砂漠赤とかを2、これ3がね、あのね、メランコリのスターワン。そうだね、うん、ぐらい。で、4がクルデロアカ。うん。5がなんだろう、5な、5なのか。5なんだろう。5は、これは、あれだろ、ね、C7 かぐらいだ。C7 かぐらいかな。いや、5、いや、C7 かは4で、4で C7。あ、あれだ、13面の120。そうだね、そっちの方が近いと思う。私で6がティリアンか、ジョス、7ジョス赤、8メランコリー赤、9 RR 赤とし、そしてこれを基準に小数点第2位までの、数字で、自分はこんぐらいだと思うっていうのをこう今までのとしたのや数字を書いてほしい。オリーブが、あー、オッケーオッケーオッケー。なんだけど小数点第2位ってどこまでかわかる？ゼロもね、1点ゼロ。1.0? おな、おえ、ここにいるじゃん。あ、有効数字。有効数字2桁ってやつね、それはね。1.0 いくつ？ 1.0 いくつ？じゃあ 1.00 までだね。まで OK ですよ。まで OK。1.25 とかもいい。1.255 はダメだね。うん。1.25 までだね。まあ、だからそう。で、そもそもこのなんか並べてる9個のこのなんか段階にそもそもちょっといや俺これはもうちょいむずいと思うけどなっていうのがあったらプラマイ 0.5 までならしていいよって書いてある。あー、オッケーオッケー。例えばクルデロ、いやー4って書いてっていうのが 4.5 ぐらいだなと思ったら 4.5 までは 4.6 にはしないで。なるほど。うん、でそれをこれもすでにこれ見ないで守ってねえやつもいるから、はいはいはい、あの守った方がいいんじゃない？ファンがいいでしょ。オッケー。あ、本当だ。なんかゼロの下に書いてあるな。守らないのはこう。これこうやって書いてね。WBM 砂漠 1.3 って評価してるから。いや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 と思ったけど。砂漠 1.3 はやばいんだよ。嘘。それは嘘。アンパンマンマーチだからマジで。アンパンマンマーチ。みんな何回登り直す？マジで砂漠はアンパンマンマーチ。はい、この達人で、あ、すごい。たぶん50枚ぐらい評価できるんじゃないかな。こんなだってね、これ、化け物だな。これなんか名前アルファベット順に並べようって感じですかね。いや、なんか多分勝手にやってくれるかいいんじゃない、勝手にやってくれるか。俺結構最初ら辺に来ちゃう。いや、もう最初ら辺に今もう勝手にされてる。あるおーい。勝手に変えられてる。勝手に変えられてるから。割と重要人物な気がするけど。評価基準と、あの結構やばい。小林さんはだからまあ上からやってもいいんじゃないかわかんないけど、わかりやすいした。まあね、今リミューさんとアクロさんはジョスの赤をちゃんと7って評価してるけどね、小林さんが声変わりでね、いや 7.5 ですって言えば難しくやる。6.5 ですって言えば簡単。正直そのメランもっと上から上から感じ。ジョスナカが最高だからさ、うん、上にしたくてもその基準比べるものがないから、いやそう、比べるのがさすがに7でいいと思うんだけど、さすがに7なんだよ。やっぱり TD から1個だけですか。そうだからこれ TD を6としてジョスを7としたときに、じゃあメランコリー120はってところが結構高野さんの評価で面白い。そこはそうだ、そこはそういうところでいいじゃない。120とジョス赤はさすがにジョス赤の方が強いか。うん、さすがにジョス赤の方が強い。マイハーデストスターリストの1位だったもん、どうする。うん、ジョスアカは1位。これをね、入力してくれると、その、
次の難易度表の精度が高なるの。アベレージレーティング、あー、なるほど。みんながやってる中のレーティング、平均。そう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 。アベレージって平均だからね。メランコリ 126.1。 あ、今の評価はね、これは今アクロさんが6っつって、リミューさんも6ってる中、バービーが 6.5 って評価したから、まあ、平均値。全然 6.5 俺。まあ、待って、キビアカゴリ。だから自分のところに、まあ、6.5 って書いてある。あれですか、例のあれですか、例のあれですね。大家さんには26さん。いいですね、6.3 じゃん。いや、それだって、これビギに響いてる。ほら、ここビギに響いてる。あー、これ間違わない。僕がヘイ言うかれたビギ。僕、6.3 ぐらいにするか。そんな差で。あ、じゃあ結構圧倒的に女性化はむずい。圧倒的ってか、長いな、長さが違う。一緒じゃね。プレイ時間メランコリー120とあんま変わんないんじゃない。一緒じゃね。変わんないけど、なんだろうな。大江さん割とあれかと思った。なんかメランコリー120、6.8 とか結構高めにつけるかと思った。6.5 にするかって。謝る。人間はすぐ気に入れてしまう。まあ、自分の評価が一番だ。自分の評価に。そう、自分が感じた点数やね。結構めちゃくちゃなこと言ってて、別にいいんだよ、様変わってるルーリー派なんだよな。やばすぎる。ユカさんがあよ、ルール見ろよ。行って、毎回このアーチなんかコイン取れなくて2周してるんだけど、ここ。日本人がこれルール無視しちゃうのは分かんない。英語読めない手があるから。英語読めるや、多分 WBM さん。読まないタイプ。気づいてない。怖い、今の怖い。ちょっと。ゲームの説明書読んでるみんな。確かに。あ、これ積んどくね？あ、だよね。怖っ。まあもうランダマイズあるし、今日終わりだな。ってことで今日13枚です。終わり、死んだ。おーい、じゃあ俺の子供が死んだ。イライラで死んだ。イライラしちゃったか。革命パイズン。ポイズン先にやったの。あ、終わった。あ、終了です。ポイズン先ではないです。妥協の。あ、普通に先プリンターです。あ、違う、ポ、うん、先プリンター。うん、いやー、先プリンタールートで、スクレまで行ったのにな、マジであれクリアしたかったな。あ、イナミさん、ドレッチェンさん、ストレンジャーさん、やるのがガイラーの名前ですけど。めっちゃ見てて。今、来たーやらんけど。3人で監視しながら読む。よっしゃ指示が終わり。おめでとうございます。よし。え、コンプリート。いや、まだコンプリートじゃない。Bさんとオバールだけど、